皆さんこんにちは、マリアライト小沢ひろ子です。いつも動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。どんな1週間をお過ごしだったでしょうか。今週もボイジャータロットから皆様にメッセージをお届けします。では78枚から3枚選んでいきます。先日からですね、このボイジャータロットを作ったジェームス・ワンレス博士の、講座を受けておりまして、ジェームスには数年に1回お会いする機会をね、ありがたいことにいただいているんですが、講座を受けるっていうのは、多分前回が7年とか8年とか、なんかそんな前だったと思うんですよね。で、なんかあの時も、わあ、もうすごいエネルギッシュ、すごいとか、まあね、やっぱこのカード作った人には入るんだっていう、なんかその高揚感とかで、こういろんな気持ちがわっさわさしてたんですけど、まあすごい、とにかく楽しかったっていう記憶から、今ね、こうやってちょっとこう落ち着いてね、ジェームスの話を聞いて、何があの時わあすごいと思ったのかっていうのが、なんか今回すごくこう分かったような気がしているんですよ。で、本当にこれが体の一部って言い方おかしいんですけど、これって私もよくね、これ地図だよって、人生のロードマップですっていう話をしますけど、もちろんそれはあのジェームスがいつも言っていることなんですね。で、その地図に向くの通りに動く。だからボイジャータロットっていつもこう引いてね、見て感じて動くっていうのがすごい大事だよっていうのもよくお話しするんですけど、やっぱりこの地図を見ながら、その動いていくっていうことが、そのなんかこう自分のこう体っていうか、その現実とここがすごいしっかりバッチリリンクするっていうのが、すっごいエネルギッシュなんだろうなとか、これにすごい魅力があるんだろうなっていうことを、この間しみじみ思いながらお話を聞いていました。で、結構ね、もうジェームスもご高齢ですし、体調もそんなに良くはなさそうなんですけれども、こう話してくれる情熱とかの臨場感とかいうのは、そのオンラインなのにそれでもすごく感じるっていうのは、やっぱこの人エネルギッシュだなっていう、なんかそこも含めてね、すごいなって思って話を聞いていました。ね、もちろんこのボイジャータロットのその魅力っていうものもあるけれども、このジェームスが話してくれるからこそ、これの良さが引き立つというか、そのよりね、これを引いて、こうボイジャー引いて、ああこうしてみよう、ああしてみようっていうことをどんどんこう思いついて、どんどん実行していくっていう、なんかその勢いみたいなものがすごいあって、こうそのお手本になりますよね。このカードをの魅力もそうだけど、それをお伝えする人のそのエネルギッシュさとか、なんかその楽しさ、ワクワク感っていうものがよりね、ここを引き立てて、皆さんがこれを引いて、あ、動いてみようって言って、どんどんこう自分のその現実をね、こうもっとこう思うように起こしていったり、こうクリアにね、はっきりしていったりとかっていうことになるんだろうなと思うと、そのジェームスの在り方も含めてすごい勉強になっています。で、だから全部でね、4回ありまして、で、この間が初回だったんですけども、すごいね、残りの3回ももうすごい楽しみにしています。なんかまたちょっとね、こう感じたことがあったら、ここでお話できたらいいなと思っています。ということで、ここから3枚選びますね。ほい、これとこれとこれにします。はい、今週の3枚です。分かるかな。はい、こちらが A、 B、 C です。お好きな1枚をお選びください。選ばれましたでしょうか。では A のカードです。よいしょ。はい、ブリリアンス、輝きのカードですね。すごく華やかなカードですけれども、今週ね、これ選ばれた方、
直感とか、こう、あ、なんかそれいいかもって思ったことを、ちょっとこう展開してみる。どんどんこう動いて、こう、まあ、広げてみるっていうのをちょっとテーマにやってみてください。その、ね、大きいことなり小さいことなり、その、今日のご飯のことでもいいですし、なんかこう、前々からやってみようかなと思っていたことを、なんかこう、ずっと、なんかやってなかったけど、あ、今かも、みたいなことで、始めると、まあ現実に起こすと、どんどんこうね、広がっていくっていうことがありますのでね、ぜひその、思ったことを形にして、こう展開していって、まあその先を楽しみにするみたいな、こう、どんどん繋がっていきますので、まず最初の一歩としては、やってみようと思ったこと、ひらめいたことっていうことを現実に起こしてみてください。で、またね、なんかやってみたんだけど、ちょっとこう思った形じゃなかったんだよね。で、こう、まあ、頓挫してるようなこととかだったら、もう一回やり直してみるっていうのもいいかもしれないですね。その発想とかその思考っていうのはダイヤモンドなんですけど、ダイヤってね、ちっちゃいからキュッてね、こう握ったら見えなくなっちゃうけど、これをどんどん動くことで、こうどんどん展開させて、こう世界を広げていくっていうようなことを考えたことを現実に起こすとか、あとなんかもう一回やり直してみるとか、なんかそういう一週間にしてみるといいと思います。またその、例えば、頓挫してしまった方であれば、その時と今ってまた違うから、また違う展開が待ってるかもしれないですし、ちょっとそんなことを意識しながら動いてみるといいと思います。はい。では B のカードです。B がピュアリティ、純粋さのカードです。このカードは結構何度か動画で出てるような感じがしますね。まあ、自分の純粋さっていうところを、今週はね、こう、それって何なんだろう、その、まあ、基本に立ち返るっていうようなことを一週間されてみるといいと思います。結構こうね、大人になると、なんていうのかな、その、なんか言葉があまり良くないのが、損得とか、なんか、この人といるとなんかあるみたいな感じで自分が選んでいたものを一回ちょっとこうリセットするとかね、なのでもいいと思います。純粋に自分が好きっていうものを選択するっていう一週間でもいいと思います。基本に変えるとか、自分の、まあそれがきっと基本に変えることになるのかな。きっとその自分がいいと思ったものを選んでいくっていうことが、どんどん自分がピュアリティにも帰っていくような、感じになると思います。ちょっとこう、あれこれでいいのかしらってもしかしたら思うかも。その今までちょっとこう違う視点でね、過ごされていた方なんかはいいのかなって、思うこともあるかもしれませんが、そのことよりも自分がこれを選ぶことが、理由はわからないけどすごくワクワクするとか、何かこう動詞に変えるとかっていうような、なんかそういうところをちょっとフォーカスする一週間にするとすっきりすると思います。そしてこれから何を選んでいこうかっていうことが少し変わってくるかもしれないですね。はい。なのでちょっとそんな選択を、意識してやってみてください。はい。最後C です。じゃん。お、マジシャンですね。魔術師のカードです。このカードのね、親分なんです。このカードだから、何にもないところからね、ハト出たりとかね、ここにね、逆さになってもワインこぼれませんみたいな、もう魔術師って不思議なことがねできる人なんですけど、まあ、不可能なことがないっていうのがね、マジシャンのこう、まあ、メッセージだったりもしますので、今週ね、これ引かれた方、結構テーマが、まあ、これ大アルカナって、これよりは少しこう大きいテーマになるので、ちょっと大きいテーマを持ってらっしゃる方が多いのかなと思いますが、なんかやってることがあるとか、まあ、人間関係であるとかっていうところを、もっとこう、なんていうの、力強くグイッと押し込むような感じで進んでいっていいと思います。で、これもね、その発想をね、どんどん展開していって、やっぱ自分の発想を信じていくとか、楽しんでいくっていうことが、
とても大事なんですけど、本当にこう楽しむとか信じるとか、できないことないよっていうような、なんかそれぐらいの力強さで今週は選んだことを突き進んでみるとか、やっていることを どんどんこうもっともっとこう学びを深めていったりとか、突き進んでいったりとか、あとはそのコミュニケーションだったら相手を信じる、自分を信じて、その相手のことも尊重するし、自分のその相手のことを尊重してるって気持ち自体を大事にしたりとか、とにかくその前に進むようなポジティブな気持ちで進んでいくといいと思います。もうマジシャンに不安とか心配っていう言葉はないですからね。そういうこうちょっとポジティブな前向きな、それ勘違いじゃないっていうこともね、素敵な勘違いぐらいに思って、どんどんぐいぐい前に進んでいってみるといいと思います。本当にこう制限を外すとか、なんかちょっとこう思い切ったことですね、きっと。なんかそのね、根拠のない自信なんてちょっと不安でしょ。でもそれでいいです。本当にマジシャンってそういう人なので、ぐいぐい進んでいく気持ちを、ひらめき大事に、心を華やかに、そして自分のやっていること、進んでいることを信じる、そして自分に制限を外す、自分の制限を外すっていう、なんかこのこういう4つのポイントがありますので、ちょっとそんなことを意識して、ちょっと強気に楽しくね、ぐいぐいと1週間過ごしてみてください。はい、今週の3枚でした。いかがだったでしょうか？結構ね、ここがちょっと静かめなカードですけど、まあ、自社のカードで、ね、基本的にちょっとにぎにぎしい感じですけれども、どれもね、やっぱり自分のやってることってことを愛するとか信じるってことで先が見えてくるっていうようなことを言っているようなカードですので、皆さんね、こう自分のやってらっしゃることに対して愛を持って、そしてそうすることでどんどん自分が潤ってくるので、自信がついて前に進むみたいな、なんか皆さんこれね、こうどんな方もそんなイメージで、プラスこのメッセージで進んでいかれるといいのではないかなと思います。はい、そうなんです。本当にロードマップなので、ちょっとこう思い当たることがね、少しでもあるんであれば、こことリンクして現実に起こしていくっていうことをやっていただけると嬉しいなと思います。急に暑くなっていますが、体調の方大丈夫でしょうかね。私もすっかり半袖、ずっと半袖で過ごしてますけど梅雨ってどこに行ったんだろうとか、いろんなこと考えながら、今日もね、なんか30度近くまで上がってたっていう話だったんですけれども、こう気温のこう変化とかで心も崩しやすかったりとかね、体もバテやすかったりしますので、より一層ね、こう、楽しい気持ちを持つことと健康管理と、ぜひぜひ素敵な1週間をお過ごしください。本当にいつもご覧いただきましてありがとうございます。ではまた来週です。ありがとうございました。